な色で自由な格好で、自分が学びたいものを学んだ方が本当良かったんだけどね。自分の時代もそうだけど、なんかリセットするんだったら体もリセットしたいっていうのあるよね。あのこの思ってる考えてることもリセットしたいっていうのある私は、だからなんかそのね、まあなんかリセットがあるとしても体もリセットして心もリセットしたいっていうのが私の考え。そんな感じだね。そしたらさ、脳もすっきりするじゃんね。そんな機械早いでなんかね、だってね、あの量子テクノロジーだったら可能なんじゃないかなと思うね。あの電波時計ってあるんだけど、あれは原子時計だから、その原子時計を基づいて電波が来てるね、電波時計っていうのはね。だからもしかしたらね、自分たちも原子かもしれないんだよね、はっきりとね。あのドットということで、ドット、ここにおるけどここにいないということ。私そうね、最近本屋さん読んでたら時間軸、最近前からね SNS で時間軸とかよく書いてたんだけど、あ、空間軸とか、本屋さん行くとねあるね、今そういうのが、あの空間軸と時間軸で、その X と Y とかじゃないんだけど、まあちょっと理論的に難しかったけど、自分がいる時点の見てるものと、同じ時間を過ごしているようで違うとかね、そういうのあるんだよ。例えば学校の授業面白くねえなと思ったら長く感じるし、自宅にいて好きなことしてると早く感じる。でもその中の時間軸は違うんだというやつだね。 A にいる人と B にいる人とは違うということで、そんな感じ。あの体育館とか行くとすごく長く感じるんだよね。あの台風の時に避難したことあるんだよ、一回ね。その時すんごく長かったもんな、あの時な、あの2年前の話で、1分がもう30分ぐらい感じたもんな。だからその頃の人たちとは時間でずれてんじゃないなと思ってるけど、それは説明しようがない。だけど本に書いてあってよかったと思ってね。私最近、去年ぐらいから空間軸と時間軸のことをよくねネットで言ってたんだけどね、 SNS とか、なんでこう早く感じる日と遅く感じる日があるんだろうってちっちゃい頃から考えてたことなんだけどね。なんかパラレルワールドとかあるって言われるよね。パラレルワールドがあるんだったら1分前の自分もおるわけだし、1分先の自分もおるわけだし、じゃあ数分前の人に、いやこっちじゃダメよとかね言えればいいな。だからそうそうできるような噂もあるよね。なんかイーロン・マスクさんのやつで公式でテレポーテーションみたいなの出てるよね。なんかこの地球っていうかこの時間軸も卒業するようなね感じになってきてはいるんだよ、はっきり言うと。あのトランプさんが言ってたけど、もう地球ですることがないって言ったもんね、2018年。あるわけないもん、確かに。もうこんだけデバイスが済んだらやることないもんね。ゲームかちょっと違う星に行くとか、まあそういう感じになってくるんじゃない。宇宙には今まで行ったことないけど、あの宇宙は詐欺やったんで、今までは行ったことがない。でイーロン・マスクさんの時にやっとね、ファルコンってやつ、まあ、これに近いやつで4回ぐらい地球の蓋に当てたんだよね。でやっとマザーシップに行けたと、そんな感じ。だから今度こそね、本当に宇宙に行けるんじゃないと思うんだよね。それこそイーロン・マスクさんのテスラっていう会社が4回目のやつでマザーシップまで行ったんだから、可能でしょうね、と思ってね。で、そしたらね、1分前の自分とも会えるかもしれないしね、そういう感じ。なんか公式で出てたから、多分テレポーテーションじゃないって誰か言ってたけどね。だろうね、とね。あの人はあれ、宇宙に、火星に行きたいって毎回言ってたもんね、イーロン・マスクさんはね。で、地球でもやることがないっていうから、ゲームとか、ゲームが主力産業になるっていうのは知ってるんだよね。来年、今年の後半から来年かけては結構進むと思うわ、それは。なんか既存のなんか会社とか結構、リストラとかしてるよね。あの西武百貨店とかもしてるし。